東山動物園の本園の奥に小鳥とリスの森があります。そこにはメジロとニホンリスが飼育されています。野生に近い感覚で間近で楽しむことができます。後で追いかけてきて。小鳥のメジロがオレンジをついばむ姿は和みますよね。日本リスは人間慣れしていて、リスの方から寄ってきてくれることも多くあります。この撮影中にも私のカバンの上に乗ってきたり、足の上を走っていきました。静かに近づけば逃げずにじっとして観察させてくれます。お子様も楽しむことができます。冬になると鳥インフルエンザの予防のために入れなくなることもありますので、ご注意ください。